甲子園今年で105回目の開催なのに107年ぶりの優勝っておかしくね。初めての夏の甲子園大会は、1915年大正4年に開催されました。当初は全国中等学校優勝野球大会と呼ばれ、全国から選ばれた10校が代表として集い、優勝を争うために試合に臨んでいました。その後も毎年、夏の甲子園大会が行われていましたが、1941年に第二次世界大戦が勃発し、予選中に大会が中止される事態となりました。そして次の年、1942年から戦況の悪化により、夏の甲子園大会自体が開催されなくなってしまいました。ついには1945年の戦争終結まで、夏の甲子園は実施されないままでした。そのため、今回の第105回夏の甲子園大会と、慶応義塾高校が優勝してからの年数107年ぶりに、大会回数と実際の年数との間にズレが生じている状況です。中止になった大会。1918年第4回米騒動。1941年第27回戦争以後1945年まで開催せず。2020年第102回コロナ。米騒動で中止になったことがあるぞ。米騒動ってそんなにヤバいの？経験者いる？暴動や打ち壊しとかやで、内乱みたいなもんや。戦争、わかる。コロナ、わかる。米騒動、言うほどか？当時はまだ第4回とかやし、今ほど大会の勝ちもクソもなかったんやろ。阪神大震災の年は選抜開催してるんやな。甲子園球場自体は99年やで。甲子園が使われたのは第10回大会1924年からやな。実際に甲子園球場の付近で焼き打ちあったんやなかったっけ。そら危ないよ。あれはやばかったわ。平和のありがたみを感じる。